はい、今日はですね、リョジッちゃんと、G450D と G63 ローンチエディションのシミュレーションをやっていきたいと思います。はい、はい、ということで、はい、携帯はい、はい、携帯用意しましたよ。はい、で、まあ、動画にするので、画面録画押してください。画面録画、画面録画どうやってやるんですか。右上を、画面の右上をちょっとスワイプして、はい、はい、この、なんか丸、日の丸の丸やってください。そうですね。あ、これです。はい、はい、じゃあこれでページ開いてください。ページを開く、はい、63の、450D とローンチエディションの、サイトを開いてください。ちょっと待って、これダメだよ。何ですか、これ公に使えないよ。大丈夫です、映しちゃいけないとか消すんで。ああ、もち当然、はい、大丈夫です。じゃあこっからね、はい、こっから使って OK、はい、ページ行きましょう。はい、はい、じゃあ、うん、ま、そもそもこういうページできるのってなかなかないというか、 G クラスで、うん、なんか久々な感じするんですけど、うん、大丈夫、僕の話聞いてますか。いや、すごいよこれ。あ、もうページ見てるわけですね。見てます、もちろん。いろいろ、もちろんもちろん、はい、まあ、G クラスの、まあ、うん、ローンチエディションの情報だったりとか、うん、まあ、こういうところが、何ですかね、マイナーチェンジしましたよっていう、うん、ところが載ってる感じですよね。そうですね、やっぱかっこいいっすね。かっこいいよね、デザイン、かっこいいね。かっこいいっすよ。で、しかも見積もりができるようになってるらしいんですよ。へ、うん、今日はそこをちょっと一緒にやっていきたいなと思うので、うん、やりましょう、早速、はい、じゃあちょっと下の方行ってもらって、はい、ありますか、見積もり、シミュレーション、うん、はい、押してください。はい、そうするとバーンと出てきましたね。はい、 G クラス、うん、じゃあまず450、どっち買おうかな。あ、まあどっちでもいいですよ。どっち買おうかな。 450D に行こうかなと思ってたんですけど、63でもいいですよ。まあそこはちょっと視聴者さんのやっぱね、需要が多い 450D の方にしておきましょうか。そうですね、ね、はいはい、はい、ローンチエディション、はい、選択しましたよ、はい、メーカー小売価格2110万円はいですね、うん、はい、じゃあネクストいきましょう。ネクスト、はい、押しました、はい、で続いてオプション、うん、オプションじゃないですね、パッケージオプション、うん、はい、ということで2つありますね。2つありますね、2つというか選択できるのが2つですね、うん、はい、主要装備0円、うん、安いですね。まあ、まあ車体に入ってるんでしょうね。入ってる、車体に入ってるんでしょうね。それはね、どう考えたって0円なわけないですから。車体入ってるわけですね。車体に入ってますよ、そりゃ。450D だと、うん、まあ、限定車だとこの、うん、いわゆるマヌファクタープログラムまで全部入ってるっていう、全部乗せですからね。全部乗せですよね、はい、じゃあこの主要装備の中に全部入ってるわけですね、うん、入ってるわけですよ、はい、あ、確かに入ってますね、はい、はい、ちょっと待って、言ってくれないと僕は次進んでませんよ。じゃあ一旦その詳細、はい、詳細ですね、見てみてください、はい、詳細をしました。詳細をしてください。あー、いっぱい乗ってますね。いっぱい乗ってますよね、はい、いろいろ。そうですよね、例えばこの辺で言うと、うん、まあ、AMG ラインもそうだし、ラグジュアリーパッケージのガラススライディングルーフ、ガラススライディングルーフ、あと機能装備の、機能装備のシート、ベンチレーター、リラクゼーション機能、ああ、そうですね、ベンチレーター、はい、最近老眼がね入ってます。ちょっと 見づら、画面が本当見づらいんですよ。これしてください、これん、これいやいや、ちょっとこの距離がいいんですよ。距離が大事なんです。距離大事です。まあ、結構多分視聴者さんの方でね、多いと思いますよ、はい、これ共感してもらえるのは。この距離が、この距離だよねって多分。文字の大きさじゃないです、ね、大きさじゃないんです、この距離なんですよ、ぼやけちゃうんで。ということで、まあ、この主要装備0円の中にいろいろ入ってるってことですね、はい、まあ、これがいわゆる車両本体に、うん、まあ、含まれてるっていう、消していいですかこれは。はい、そこは、右上のバツを、バツ、はい、はい、消しました、はい、うん、で、もう一つ右にあるのがこれ、うん、ソーダライトブルー、はい、ソーダライトブルーだけここで選択なんですね、なぜか。そうですね、面白いですね。選ばなくていいですか、これは。まあ選ばなくていいです、はい、じゃあ選びません、はい、ネクストで、はい、ここでボディカラーがやってました、はい、そうですね。何色にしますか。まあこれもちょっと視聴者さんのあれを考慮して優勝カラーの方を選んでますね。はい、はい、オパリスホワイト66万円します。結構上がりましたね。こんなんでしたっけ。いや、40万円台だったのが
だついこの間だった気がしますけど、60万円結構上がりましたね。そうですね、はい、じゃあオパリスからでいきましょう。オパリスで、はい、押しましたと。押しました。はい、続いてホイール、はい、もう1種類だけなんですね。そうですね、20インチ、はい、ユージュアル、これも形変わりましてちょっとおしゃれな雰囲気になりましたね。まあ、デザイン変わりました。あんまりピンときてないですか？あのおしゃれ、おしゃれとかちょっと僕おしゃれに疎いんで、あ、これがおしゃれなのかって今ちょっと考えちゃったんですいませんね、あのすぐあの反応できなくて、この間のもあれはおしゃれなんじゃないのかなっていう、ちょっとあこれがおしゃれで、ね、あの人それぞれおしゃれってありますからね。すいません、あのちょっと一応カメラ回ってるんでカメラ用の顔は、あ、ごめんなさい、変な顔しちゃってたらごめんなさい。はい、はい、じゃあネクストいきましょう。はい、はい、インテリア、これはオパリス今僕選んだんで、うん、じゃあこっちを、はい、プラチナホワイト、プラチナホワイトしてもらいましたよ、ね、はい、はい、続いていってインテリア、これは1種類、1種類です ね、もういいですか、ネクストいっちゃって。ネクスト、はい、いってください。はい、はい、アクセサリーですね、続いて。やっぱりドラレコは言っときたいですよね。ドラレコ言ってきましょう。ドラレコね、360度とリアと、はい、カーボンはまあいらないです。でカーボン、スノーワイパーもいらないです。タッチスクリーンは絶対僕いります、潔癖なんで。はい、潔癖なんで。タッチスクリーン入れてました、はい、指紋の汚れって僕すごい気になるんですよ。あ、はい、ちょっと話それちゃいますけど指紋、あの内窓とかにつく指紋汚れ、もうこのやっぱ保護フィルム絶対必要ですよ。これあれですか、指紋つかない系の保護フィルムですか？いや、ついてもあのフィルムですから、あの 元にはつかないじゃないですか。ああ、そういうことですね。元につかなければいい、はい、元につかなければいい。いいって最初は思うんですけど、保護フィルムについたのも気になってきますからね。はい、つかないやつがまた出てくるといいですね、はい、違うの。でもこれ5500円だったら絶対使えますね。確かに、この新車、今合計右上に出てきてると思うんですけども、はい、はい、今2183万7000円になりました、はい、誤差ですね、この5500円は。まあそうですね。はい、ちょっとスルーしましたけど、はい、カーボン製のステアタイヤカバーって何ですかこれ？何ですかと言われても何ですかね、まあ、カーボンでできたステアタイヤですよね。これ新しいですよ、前までありました？ないです、ないです、はい、新作にもあんまり目くれてない感じですか？そうですね。多分63だったらもしかするとワンチャン選ぶかなっていうのはあるんですけどね、まあ、450では、うんうん、ちょっと今ピントは来なかったんで、あ、じゃあ別にって感じですか？そうです、僕直感で選ぶ派なんで、ピント来なければ別にスルーしますんでね。なるほどなるほど。ただ視聴者さんの中でやっぱり気になったらこの詳細をしてもらうと、はい、より細かく見れるんで、まあ一個ずつね見ててもらいたいなとは思いますか。シミュレーション写真には反映されませんってことなので、はい、実際違うってことなんですかね？はい、ちょっと今画面がもう僕戻ってるんで、もう次に行きたくてしょうがないんで、もういいですか、次行って。僕の画面も保存した方が良かったですね。次行っていいですか？はい、じゃあネクストで。ネクスト、はい、次はサービスプログラム、はい、そうですね、まあこの辺は、まあ、僕は3年で乗り換えるでしょうということなので、はい、特に、つけません、延長保証はつけません。これ安心結構いろいろありますね、種類が。そうですね、うん、まあ、安心マックスで、税込み59万4000円、まあ、新車時に付けた方が安くなるっていうのはまあ今まで同様ですね、10万円弱安くなってますね、はい、うん、なるほど、はい、まあ、リョジッチャンは3年で乗り換えるってことなので、この3年間無料の3つのプログラムと、はい、はい、で OK です。じゃ、はい、あ、もう見積もり結果を見るんですね。いいですか？はい、どうぞ。はい、結果を見る。はい、私はですね、G450D ローンチエディション2254万920円で購入ができるという、お見積もりをいただきました。はい、ちなみにこれ、うん、コーティングとかそっち系は入ってないですね。またプラスある、まあ、これはどっちかっていうとディーラーオプションの方になるので、今これ、まあ、メーカーのサイトになるんで、まあ、メーカーオプションはここで選ぶ感じですね。で、まあ、その他ディーラーオプションでも、ドラレコディーラーオプションのはずだけどな。まあコーティングとかは、まあ、別途、費用がかかってくるので、はい、やっぱりそうするともうやっぱり2300万円近い、まあ、保証も入れたらそうなりますね、うん、なってきますね。なんか買えるところとかあった感じですか？いや、この画面右上のご購入相談、ご購入相談、これ押してみてもいいですか？あ、どうぞどうぞ、一回押してみてください。押してみますね、はい、
あ、ここで名前とか、あれですね、希望日とか、希望日とか、これで注文はまあさすがにできないでしょうね。まあそこで商談をしてみたいな感じ、ね、商談をしてってことなんですね。なるほど、なるほど、はい、まあとりあえずは戻りますね。はい、はい、ということで、はい、見積もり見ていただきました。あ、消えちゃった画面が。あ、消えたんですか。はいはいはい、消えちゃった。あ、消したんですね。はい、わかりました。 OK、はい、はい、ということで見積もり結果も、うん、やっぱり2300万円近くなる、うん、ということでしたね。はい、はい、一個僕気になったのが、うんうん、あのデジタルインナーミラー。ああ、はいはい、なかったですよね。ないですね。ただまあこれも絶対つけれるはずです、うん、はい、そういったところも、まあ、実際先ほどのご購入相談に行ってみて、うん、またより詳しく、はい、まあ、購入検討されている方はこのサイトを利用して、うん、はい、やっていただければなと。そうですね、これあの見るだけでも楽しいですし、です、ね、まあ、本当にね、ちょっともう注文しちゃおうかって思われている方は、ここでねある程度金額の方も出せると思いますし、はい、まあ、これをちょっとぜひ参考にね、活用されるのはいいんじゃないかなと思いますね。はい、まあ、今回は G450D だけだったんですけども、うん、はい、63の方もありますので、うん、はい、はい、ぜひ63の方はそちら、はい、ちょっと63後で、ね、個人的にちょっと見積もりしたいなって思います。はい、わ、はい、かりました。じゃあということで今日は、うん、このローンチエディションの新しいサイトができたということで、はい、お伝えさせていただきました。はい、今日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。買取査定のご依頼は概要欄にある買取査定フォームよりお願いします。 G クラス販売情報は YouTube コミュニティ、Instagram、Twitter にて随時ご案内しております。 G クラスグッズはオンラインショップにて販売しております。随時商品を更新しておりますので、ぜひチェックしてみてください。